はいどうも、ブラマジ田中です。ついにね、今年1回目の大会の日が来てしまいました。今日は広島市文化学園なんちゃらホールでレモンクラシックの大会です。フィットネスレディースのカテゴリーに出場するので頑張ってきます。おぉイエーイ撮影の邪魔おいしい。暑いよ暑いよ。絞れましたか？全然もうやばい。頑張ろう。今日は頑張りましょう。知り合いとかじゃなくてもいいんで、むしろ知り合いじゃない声聞こえたらすっごく嬉しいですよ。さあ、フィットネスレディース参りましょう。進出しました。残りました。壁に沈む。これは優勝を狙うしかないですね。決勝が夕方ぐらいなんで、頑張ります。ありがとうございます。これあれですか？利用の。はい。あ、あとバレた。団体の。シールを貼ってます。はい。日焼けしないように。あ、そういうことね。話じゃない。急に美容の話。美容の話がね。なんだか好きですけど。竹さん、おめでとうございます。いやいや、てか見てました、さっきステージ。ありがとうございます。めっちゃ良かった。一回時止まる。あれ、癖になっちゃう、なんか見てこのね。
そうそうそう、ちょっと余韻あるんですよ。そう、これがいいのよ。あれ薬じゃないですか。いやー、よかった、めっちゃよかったです。ありがとうございます。ちょっとね、決勝進出しちゃったんで。お、マジですか。おめでとうございます。頑張ります。じゃあ決勝もこれはもちろん入る時はね一緒に揺れちゃうから揺れてください。川口さん、ありがとうございます。ロスガールっぽいからちょっと回ってみようかなと思います。もうすぐ決勝審査です。行ってきます。Battle!
下の方かなと思うけど、とりあえずね、やれることはやったからね。あとは結果を待つのみです。いやマックとコーラ爆食いかな。今からね、表彰式なんで行ってきます。表彰式終わりました。5位でした。いや悔しいね。やっぱしおりがちょっと足りなかったかなっていうのと、あとはプレアクションとかポージングかなって思ってます。医療は足りてると思いますよし、じゃあ今からホテル帰って夜打ち上げなんでね、それまでゆっくりしたいと思います。